高三中ペソくらいです。安いです。本当に混んでます。タクシーを待つ人がこんなにいっぱい。FM はやっぱり人気ですね。メイベリンのマグナムっていうマスカラなんですけど、日本だと1300円くらい、フィリピンだと350ペソで700円、800円くらいなので、ちょっと安いですよね。このビクトリアベーカリーっていうのがすっごいおすすめなので、これから中に入ってみようと思います。今、セッションロードを下ってます。そしてまた、バウハンパークに向かいたいと思います。ここを渡ろうと思うんですけど、行かれそうですね。今、夕方の5時半くらいでもこんなにいっぱい人がいます。さっきビクトリアベーカリー行ってきまして、撮影できなかったので、ここでちょっと紹介します。バハンパックまとめてきました。で、これが一番おすすめのシュークリーム。これもケイトさんから教えてもらったんですけど、1個15ペソで、中にシュークリームなんかカスタードになってます。こっちは10ペソのプリン、10ペソのチョコスで、こっちが揚げパンなんですけど、これが普通の揚げパン。こっちがチョコが入ってるんですけど、これが10、こっち大きいのが15ペソで、こっちが10ペソ。めっちゃ安いです。で、中でチンして食べるとめっちゃ美味しいです。ビクトリアとバーハンパックが近いので、買ってここで食べるのもすごいいいかなと思います。今日は半日結構いろいろ回って過ごしたんですけど、マリオの日の過ごし方はこんな感じなので、ぜひ来た時はバーハンパックのセッションにも回ってください。以上です。バイバイ。ちょっと思い出してイルミネーションやってました。クリスマスだったんですけど、まだやってます。で、多分新年までやると思います。12月は点灯式で花火も上がりました。すごい綺麗ですよね。なので、カップルやファミリーがここにはいっぱいいます。以上、バーハンパックからでした。バイバーイ。